2018、19、20、まあ、見た目そんなに変わらないようですけど、さりげなくこう浦添八景が毎年変わっていて、で今年バージョン、だから今年はちょっとですね記念すべき年であります。リンが入ってますね、グッズスワローズ優勝の、まあ、お祝いも兼ねて、グッズスワローズのカラーであるグリーン、今年だけ特別にスペシャル感を出してこれ入れさせていただきます。市長のネクタイもグリーンですね。あの時計も時計もグリーン。まあ浦添が出す初めてのワインですから、まあなんかありきたりな、なんかこうものにならないようにちょっと品も品格もあるような、まあ、デザインとかネーミングとかにしながら、名前なんかもね、今でこそこうやって出てますけど、ミュールドソレイユ、うん、ね、名前何にするかっていうところから始まったんだもんね。僕ら、クワインとかっていう、なんだろう。クワの実だけずっとワイン作っていろいろ研究したんですけど、なかなか糖度はあるものの、なんていうんですか、酸味が少なかったので、あ、なるほど、やっぱ糖酸引いてて甘さと酸味のちょっとバランスが、あの取れてないと、まあ、あまり美味しくない中で、当時苫小牧高専もあの北海道のハスカップっていうちょっと作物があって、で、まあ、向こうはハスカップだけでワイン作りたいっていうことで、あ、でやってて、向こうはハスカップって結構酸味が強くので、うん、向こうは糖度がないって、うん、だから同じ時期に同じところに相談してたんで、あ、これ進めていく中でじゃあブレンドさせたらちょうどいいんじゃないかっていうちょっと話が、あの、その先生からありまして、でそこからちょっとブレンドの比率とかをいろいろ進めていって、まあ、このワインが七回さん、まあ、ちょっとフルーティーな 赤に近いので、はい、お肉料理とかね、ステーキも美味しいです、うん、フルーティーな桑の実の味と、はい、ハスカップが、そうです、名前がもうミュールド・ソレイユですから、太陽の桑ですから。はい、こちら浦添市が出している本数限定のですね、桑の実で作ったワイン、ミュールド・ソレイユであります。まあ、これ浦添八景というものを使ってですね、8年間、このラベルも毎年変わっていくんですけど、今年は特にヤクルトスワローズ日本一を記念してですね、浦添市キャンプ地ですから、スワローズのこのグリーン色が入っている大変貴重な珍しいワインになっています。ぜひ、ふるってお買い求めいただきたいと思います。よろしくお願いします。